ックン TV をご覧の皆様、こんにちは、ELT 伊藤一郎です。よく見てるね。しかし前ちらっと触れたんですけど、あ、伊藤さんギターも弾けんのねみたいなことをよく言われた今日はギターのお話というかちょっとしようかなと思ってるんですけど、どうですか？あ、聞いてくれますか？そうっすか。とは言ってもいきなりディープな話をしてもなんだかよくがわからねえみたいな感じになると思うんで、例えばじゃあ弦をどうやって張り替えるとか、ギターを知らない人でもあ、そうやって張り替えるんだって見れるようなようなことを話そうと思うんですけど、これは普通のアコースティックギターなんですけど、構造としてはこの中ヘグという糸巻きですね。この弦を巻くんですけど、これでこう音程を調整するみたいな。あ、錆びてますね、弦ね。弾いてねえからな。これ初心者の方で、ギターの弦ってどうやって張るんすかっていうのあると思うんですけど、いろんな巻き方があるんですよ。だから僕がそれに答えるんだったら、いや好きに貼ればいいんじゃないっていうことなんですけど、持ってるギターに適したその角度とか強さで巻けばいいんじゃないみたいなことですね。いや、こんなんじゃちょっと分かんないよねということで、どうやって貼ってるかっていうのを見ていただきたい。僕はどっちかっていうと弦張り替えるのちょっとね嫌いなんですよね。嫌いっていうのはそう、張り替えてる時って弾けないわけじゃないですか、物理的に。あ、そうだ、アコースティックギターで最近僕が好きで使ってるのはこのね、アーニーボールのアルミニウムブロンズっていうシリーズなんですけど、ほんのちょっとだけ音がでかく聞こえます。本当かよって思うと思うんですけど、本当なんですよ。弦を緩めて外すとき、こういう、いわゆる便利グッズですね、ワインダーって言ってペグを、このように素早く、巻くことができるようなものが、売っております。弦もね、楽器屋さんとかで行くと本当にたくさんの種類が出てると思いますので、いや、ほらこういうことをしてないとすごい地味なね絵になっちゃうけど、こう中年のおじさんがね、こうオレンジ色のつなぎを着て一人の弦を張り替えてるみたいなさ。はい、ということで、弦のこのボールエンドといいまして、この、どうですかね、これがボールエンドですね。で、穴に3センチぐらい沈めて、これをこのピンに戻します。そして、引っ張る。ゆっくり。で、僕の場合ですけど、表の近辺で軽く折っちゃいます。で、それからこのポストの穴に OC の1回下にそのまままっすぐ引っ張ります。巻いてみますね。初めはゆっくりで、で中パンパンっていう感じですか。料理みたいですね。はじめちょろちょろ中パンパンみたいな。で、通常ギターの弦はやはりある程度なじませて伸ばさないとチューニングが安定しないので、僕の場合は無理やり引っ張らずにこう熱を加えて伸ばす感じですね。まあ、今6弦だけ張り替えますけど、
弦だけ張り替えてもしょうがないと。まあ一人で弾いてる場合だったら自分のだから好きなチューニングにしてっていうことなんですけど、バンドで合わせたりするときは他の楽器と調律が取れた方がいいと思うので、やっぱりチューナーを使うのがやっぱ一番早いですかね。こういうアコースティックギターだったらこういうクリップチューナーって本体につけてその場でチューニングできるみたいなね、大雑把にこうデジタルの針が真ん中にあるぐらいにザクザクと合わせてしまうと、ちょっと雑ですけど、まあこれで普通に弾ける状態で、チューナーもですね、メガネあコルグのチューナーですね。コルグのチューナー僕結構好きで、このメーカーがモデルチェンジしてね、いろんな新商品をよく出すんですよ。でそのたんびに買ってるんで、チューナーすげえ家にあるんですよ。で文句を言いながら多分また新しいのが出たらまた買うんですけどね。でこういう感じでライブハウスとかでも見やすくチューニングができるようになると。やっぱ張り替えてる時よりね、弾いてる方が楽しいよね。今日はちょっと駆け足ですけども、その弦の張り替えと簡単なチューニングの仕方みたいなお話をしました。どうでしたかね、分かりにくかったかな。まあでもそんなにね難しい作業ではないので、初心者の方でも頑張ってみてください。では次回もまたお会いしましょう。さよなら。皆さん、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。